北海道ではこの先1週間気温の変化が大きくなりそうです。でまずこちらの図ご覧ください。これがあさって7日金曜日の北海道の予想気温となります。赤色で表現されているところが25度以上の夏日ですね。山を越える形で風が吹き降りて気温が上がりやすいということになります。北見市では今のところ27度を想定しておりまして、こちら北見としてはね、もう真夏並みの暑さということになりそうなんです。でその後かなりね気温が下がるタイミングが出てきそうなんですね。こちらの図をご覧ください。これが向こう1週間の予想最高気温の変化を示しております。でこの8日土曜日から9日日曜日にかけて雨が降ります。でその雨が降った後寒気が流れ込んできそうでして、例えば最高気温予想で見ますと、もう札幌ですとかこちら網走に関しては1桁ですね。札幌も12、3度ぐらいまでしか上がらない予想になっています。かなり季節が大きく逆戻りするということになりそうですので、服装ですとかあと体調管理、そういったものに十分ご注意ください。